アラビア語、中央アジア方言は、アラビア語の口語の一つで、アフガニスタン、タジキスタン、ウズベキスタンに和者がいる、消滅の危機に瀕する言語である。かつては、中央アジアの低住民や遊牧民の、アラブ人社会において、多くの人により話されていた。現在のウズベキスタンのサマルカンド州やブハラ州、カシカダリア州、スルハンダリア州、 現在のタジキスタンのハトロン州さらにはアフガニスタンの領域にも和社が存在した。しかし、現在では中央アジアのアラブ人の大半がラリー語やウズベク語を話し、アラビア語中央アジア方言を話さない。現在ではアラビア語中央アジア方言は解放言ごとに周辺言語の影響を大きく受け、方言によっては互いに意思の疎通が困難なほどの違いが存在している。 例えば、ブハラ方言は多軸語、カシカダリア方言は、チュルク諸語の影響を大きく受け、意思疎通が困難である。最近の研究により、アラビア語ホラーサーン方言もアラビア語中央、アジア方言に分類でき、カシカダリア方言に近いとされる。アラビア語の交互の方言地図ピーター・アール・ブラッド、エド・アフガニスターン、A カントリー・スタディ・ワシントン、 グッポフォーザライブラリーオブコングレス2001エスニックマイノリティーズオブズベキスタンアラブスバイオルガコブザバハットウルリヒシーガーオンザリレーションシップオブザセントラルアジアンアラビックタイエレクッツありがとうございます